入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何度も話していきます。受験トーク、それでは始めていきましょう。学びズムの今井です。学びズムの江田です。こんにちは。今日の質問ですが、同志社大学ってどんなところですか、またどんな人が行くところですか、やっぱりエリートが多いのでしょうか、という質問ですね。なるほど。同志社大学、同志社大学じゃないですか。そうですね、商学部、商学部ね、同志社大学、はい、はい、どんなところ、その、まあ、一番最後に言ったエリートが多いですかっていう質問に関しては、まあ、その、まあ、エリートっていうのも僕あんま定義よくわからないですけど、まあ、その前の動画でも言ってるとは思うんですけど、その浪人生比率っていうのが、まあ、一番多いんですよ、韓国の中で同志社大学って。だからまあそのエリートというか、みんなこう、まあ、雑草魂って言ったら言い方悪いですけど、こうみんな努力して、みんなこう努力してこう上がってきてる子がやっぱり多いんで、こう僕はこう貴重なこの大学の4年間っていうのを、まあできるだけ有意義なものにしてから、いろいろ動こうってなったら、まあ周りにはそういう友達とか、なんかこう自分でなんか何かしら動いてる子たち多かったんで、まあそのエリートが多いわけでもないですけど、まあ、別にこうどの大学行ってもそうやと思いますけど、まあ同じ人間がやっぱ群れるとは思ってるんでっていうところは感じますかね。あとは、まあ、自由、どっちかっていうとこう自由度は高い、その例えば、はいはい、関大とかだったら 何単位取らな、こうもう進級できひんみたいな制度あるじゃないですか。あ、学部によっては、俺はあんま分からへん、法学部やったけど。あ、なかったんすか。いや、分からへん。こう結構、その止められるっていうのはないんですよ、はいはい、もちろん単位は取るのは当然として、こうなんていうんですかね、何単位取っとかな、もう3回なられへんとか、はいはい、2回なられへんとか、もういい意味でも悪い意味でも自由、こう自己責任というか、はい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 、まあだからこう自分でなんかみんな考えてやる子はでも多かったんじゃないかなっていう、こうなんかこう学部でクラスとかないけど、その催し物でみんな仲良くしようやみたいなこともよくありましたし、まあそれこそこうキャンパスがそんなに大きくないんで、今出川のキャンパス、ちょっと京田辺はめちゃくちゃでかいですけど、あの今出川だとあの狭い敷地に文系学部ほぼ全部入ってきてるんで、まあこう今もそうです、今もそうです、もうめちゃくちゃ人多いんですよ、そのキャンパスに。もうまあ身動き取れへんとかまではいかないですけど、もう人多いんで、こうなんかみんなでこうなんか、あ、おうみたいな、何してるの最近みたいな、結構友達は作りやすいとかっていうのは感じますかね、やっぱり。でも自由であり、いろんなことができる、こう自分で考えてやればいろんなことができる、貴重な4年間をもらえる大学じゃないかなっていうのは感じますね。なるほど。関西大学 の、うん、あれからすると、その同志社のメンツはなんか一緒に戦闘行ってくれよみたいな。いや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 、そんなことないでしょ。え、あります？いや、そう、それはなんか同志社の子がそう思ってるのか、果たして関大の子が劣等感があるのかは別に分からないけど、そういうようなイメージは確かにちょっとあるかな。だってそのやっぱ国公立から降りてきてるっていう子が多いから、その、まあ、国公立志望やと、なんていうの、その、いや俺京大落ちでどうしたきてんとか、そのなあ、あの阪大落ちでどうしたきてんみたいな子がなんかこうしゃーなしどうしたみたいなありますね、うん、まあ、それがどうしたの、そのな、あの偏差値帯を上げてくれてるっていうのもあんねんけど、はい、そういうようなイメージがあるんだけど、そんなことはない。いやでもいますよ、やっぱりこうどこ大学受けたみたいな、俺どうした第一志望みたいな、あ、そうなんや、俺ら信頼センター何割やってんけどあかんかってみたいな、いやもうそんなのどうでもよくないみたいな、今だってお前どうしちゃうよみたいなほなもうここでなできることせえよこんななんかこれ目指しとってあれ目指しとっての言ってもしゃあないやろみたいな人はやっぱいますよ。あ、それはいましたね、こう何人も。あ、何人もいた、何人もいた。僕とかだったら第二外国語上のクラス取ってたんで、はいはいはい、その優秀な人が多かったんですよ、はいはいはい、こう単位が一つ多いものを取ってたんで、もうそこにはこうグローバル地域文化の子だったり、まあそのグロコミはいないですけど、うん、キャンパスが違うんで、例えば法学部とか割とこう同社の中でも、まあ、こう上の学部行ってる子とかはこう信頼落ちでとか反対落ちで来てみたいな、からなんやねんって感じなんですけど
だからなんやねんってなるなっていう人はまあちょこちょこやっぱりいますよね。なんかちょっとイメージ、これまだイメージやねんけど、うん、まあ、そういう子がおるっていうことはなんていうの、その大阪やったらさ、まあ、どうして京都やんか、はい、その大阪やったら見てこれいくらすると思う3000円やね、安くないすごくないみたいなっていう話をするやん、うん、大阪の人、うん、でも東京の人とか関東の人がはいやこれいくらしたと思う、いや10万したすごいやろみたいなっていうのであすごいなみたいなのなの、どの文化の違いみたいなのは同志社はなんかそのちょっとそのあのそっち寄りかなっていう風にディスってないで文化の違い文化の違いって大阪俺寛大はもうほんま俺もう一生同じパンツ履いてるみたいな偏見俺風呂2日履いてるみたいな言い過ぎでしょ寛大っていうより、まあ、俺の友達の話だけど、まあ、みたいな、はい、イメージそんなやつな風呂入ってへんねんなみたいなのを自慢するような同志のやつはおらんけどな。でも同志大学どんなところ、まあ、あの京都にあるんで、その今出川のキャンパスとかだったら特にそうですけど、うん、周りに大学多いんでやっぱ大学ごとの交流校、サークルごとの交流とか、確かに、まあ、は多かったりして楽しかったですし、あと何よりこう京都が近い、その京都の中心というか、うんうん、その河原町だとか祇園だとかっていうのが近いんで、うん、あらその、まあ、例えば観光に行くとかそれこそ、うんうんうん、いうのもめちゃくちゃ楽しいですし、うん、もうご飯もいっぱい美味しいところありますし、京都いっぱい買い物もできますし、うん、まあだからそういう意味ではこう、まあ、遊び場もいっぱいあり、うん、横に京都御所っていうなんかめっちゃでっかい、はい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 、天皇のお住まいみたいなところがあるんですけど、誰かがお昼ご飯食べるのか誰かがお昼ご飯食べるのかね全然誰も分からへん。どんな見てる人誰も分からへんけどな。で、まあ、そこでこう新入生歓迎会みたいなのしてこうワイワイしたりだとか、割とこう固い、まあ、賢いこうプライド高いみたいなイメージ持ってる人多いかもしれないですけども、めちゃくちゃ楽しい大学だと思うんですね。確かにそういうイメージある、ね、そういうところ、そのいっぱい観光もあるし、ご飯食べるところもあるし、遊ぶところもあるしっていうとね、めっちゃ楽しい大学ですねやっぱり思うのは、うん、はいはい、はいはい、それではこの動画はここまでとさせてもらいます。ありがとうございました。ありがとうございました。